まもなく着きます。高くない？そう、あの人に言ったら3000円現金ですか？カードで。木曽駒ヶ岳に向かっています。満タン。 We are heading to 駒ヶ岳。 30 more minutes to go. I'm so excited. おーすごい、湖じゃん。これ全部湖？すごい、これは豊富な水ですね。ドアをノックされて起きました。起きないんだなんかあれなんだよね、アラームがさ全然鳴ったことがなくてさ。いやいや鳴ってるでしょ絶対。いや多分鳴ってない、だってそのままずっとカウント続けてておかしいでしょ全然ね。携帯、携帯で絶対おかしいよ、絶対鳴るよ。別のアプリをダウンロードしようかなと思って。本当に鳴ったことないんだよね。で全部設定じゃない、あのマナーモードにもなってないんだけど。トンネルに入りました。サングラスかけないとすごい眩しいよね。サングラスをかけないと内臓が燃えちゃう、焼けちゃうんでしょうかっていう話があるそうです。それってすごい怖いよね。やっぱり太陽ってすごい老けるのかね。でさ、この間さ思ったんだけど、生花、お花をさ、あの花瓶に入れてるじゃん。で、本当何十分か太陽の光が当たってたの部屋で、そしたらもう全部枯れちゃった。え？太陽の光だ。もう一気に老化。もう太陽の光やってた。そうだよ。あの、ああいう生花は冷蔵庫に入ってるじゃん。涼しければ涼しいほど長持ちする。ああいうのはね、もう一回咲いちゃったら。クーラーボックスの中にお茶が入ってるから取ってと言われました。取ってよ。すごくたくさん荷物があります。これはクーラーボックスに、なんですけど、硬い。多いお茶だっけ、麦麹茶じゃないよね。これだ、濃い茶じゃん買ったの。それからまだここにもお菓子が入ってたり、動けちゃってる。あとはこれは山に行くシューズです。すごいです、すごいね。バスに乗って山に行きます。わー着きました。
うわ、結構雪が残ってる。これ足捻挫したら大変だね。凍ってる。早い。蚊みたいなのがすごい。曇ってるような霧みたいな。ほんとさ、暑くなくてよかった、うん、もっとすごい暑いかと思ったから。すっごい。あ、いいの？先に行ってよ。ドールで苦しいわけだ。ちゃんと呼吸しなよ。すごい綺麗。ち。うわ、何これ。虫がたまり場にいるけど、ここ。舐めたら心臓が首にさついてるみたいにバクバクしてしまいます。山を舐めんなよ。オッケーよ。パンパンだ。結構登ってきました。あ、そうなんだ。じゃあずっとご飯食べ続けないといけないってこと。涼しいよ、だって雪だもん。テンションが上がっています。気持ちいいね。わ、すごい、なんか雲の中に入っちゃったみたい。すごい。映ってないよ。危ないね。こんなに。すごい。いよいよ到着しました。わー、すごい綺麗。ちょっと苦しかったけど。すごい綺麗。何よ、そこの写真で見るよりいいね。いいよ。
なんていうの？カメラカメラ。うわカメラか。見てよ。また撮ります。綺麗。綺麗。3000に行くの？あの山を越えたところです。3000って倍ぐらいになったらどれだけ苦しいのかと思った。さっきのロープウェイ登ってる時1500だった。じゃあもう2500m は登ったよねきっと。なんかさすごいディズニーランドというか童話に出てくるような。これは一眼レフで撮らせていただきます。カメラ好きだね。どうですか？ダイナミックですね。撮れた？僕を撮っています。どう？いいね、ほんと気持ちいい。あ、いろんな山登りたいわ。すごい。すっごい綺麗。すごいね。すっごい。これは来た甲斐があるね。また撮ってる。あの山を越えたところにあるそうです。